萩港は山口県萩市にある港湾。港湾管理者は山口県。港湾法上の地方港湾。高速法上の特定港に指定されている。中央の阿武川川口左岸が浜崎地区、その右側が片港地区。上方の離島が大島山口県の北西部に位置する港湾で日本海に面している。離島航路の案内などでは隣接する萩漁港に対して、 萩商工と呼ばれている。古くから大陸貿易の拠点となっており、江戸時代には毛利藩の城下町として栄え、その後の明治維新の発祥の地ともなった。1927年に開港の指定を受け、戦後は1976年に浜崎地区の港湾整備が完成、離島航路の発着拠点として利用されている。1987年から、 海洋性レクリエーション活動の拠点として、片港地区に小型船だまりや公園などが整備され、2005年度には4000ン級の客船が、接岸可能なクルーズ船、バースの供用が開始された。2015年度の発着数は19,047席、内外交渉船16席。 利用客数は166,726人、内外国航路966人である。萩市の出資する第三セクターである萩海運が浜崎地区から三島、愛島、大島への離島航路を運航している。阿武川川口左岸の浜崎地区と片港地区の2地区に分かれており、片港地区には第7管区海上法案本部、 仙崎海上保安部萩海上保安署が置かれている。ありがとうございます。